完全に復帰できるようにリハビリして上を目指していきたいなっていうのは。それについてどうよ。意識はしてなかった。試合前のルーティンとか愚痴得意ないです。皆さんこんにちは、今回は女子サッカー応援企画第1弾ということでスペシャルゲストを呼んでお話を聞きたいと思っております。進行を務めさせていただきます中澤壮太です。よろしくお願いします。中澤さんと一緒に進行を務めさせていただきますウィザーズプロジェクトの秋山優美です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、本日のゲストにもう出てますが、登場していただきます、小林理香子選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん気になってるまず小林選手の現状、まあ足のことだとは思うんですけど、どうですかその後の怪我の状況っていうのは。順調に来てて、うん、今、まあ、まだ半分ぐらいなんですけど、うん、徐々に回復に向かってます。はい、で2月の発表が出たっていうんですけど、いつ怪我したっていう。もう本当年末の最後の試合なんですけど、うん、そこからまあ手術するかしないかで時間があった中で2月に結局手術をして、うんうんうん、今3ヶ月ちょっと。そうか、どうでしたその時の。振り返るときついかもしれないけど、まあ落ち込みはしましたけど、さすがにもう切り替えてます。でもまあ順調ってことなら、はい、ここからまた頼みますよ。はい、お願いします。はい、今実際怪我で、まあ、モチベーション上がらない人っていると思うんですけど、まあ、小林選手はうまく切り替えられたって言うんですけど、なかなか切り替えられない選手もいるかと思うんですけど、そういう人たちになんか向けて言葉メッセージってあります？リハビリって全部が順調にいけばもちろんいいですけど、うん、絶対うまくはいかなくて、うん、一回こう手術っていう落ちるところまで落ちたら、うん、あとはまあ良くなるだけっていうか、上がっていくだけだし、同じ時間を過ごすならこう前向きにやった方がいいなっていうのは、リハビリって自分次第だなっていうのは思うんで、そこはまあどれだけうまくいかない時に前向きにできるかっていうのは大事かなと思います。はい、ということで昨年夏に開幕し先日優勝チームを決定しました WE リーグに関してのお話を聞きたいと思っていますが、その前ですよ、先ほどちょっとなんか聞き慣れないフレーズがウィズアースプロジェクト、秋山さんの肩書きにもあるあのウィズアースプロジェクト、アス、はい、一体何のことなんでしょうか。プロジェクトのメンバーとしてご紹介させていただきます。ウィズアースプロジェクトはサッカーショップカモによって昨年の7月に発足されました。日本の女子サッカーの発展に貢献することを最大の目的とした支援プロジェクトとなります。より多くの女性がサッカーを続けていきたいと思えるような環境づくりを、場の提供や情報の発信など様々な角度からサポートする、そんなプロジェクトとなっております。完璧です。なるほど、女子サッカーにフォーカスしたプロジェクトということですね。 WE リーグを盛り上げることで、うん、女子サッカーの魅力もどんどん広がるかなと思っているので、うん、それ以外にも私たちは女子サッカーの支える活動を少しずつ始めたりもしていて、そちらも合わせてご紹介させていただいてもいいですか。いいですか。あ、お願いします。ありがとうございます。先ほどもご説明させていただきました、場の提供や情報の発信という面でコンプレッションアイテムブランドのツータイムズユーさんの試着会や、あとはアディダスさんとのフットウェアのセミナー、試し履き会なども行っています。選手の皆さんもとても興味を持ってくださり、こちらのような新しい情報を発信し続けることによって少しずつではありますが女子サッカーの発展にも貢献できているのではないかなと思っています。小林選手には女子サッカー発展に貢献するためのプロジェクト、ウィザーズプロジェクトのロールモデルプレイヤーに就任していただいております。つまり小林選手の行動や姿勢、経験などがこのプロジェクトの模範となる、うん、そんな大事な役割を担っていただいてます。ロールモデルプレイヤーそうやってなんかつけようとするみんなとロールモデルプレイヤーは楽しいですか。責任のある役割なのかなとは思ってます。うん、
かロールも、はい、モデルプレイヤーとして小林選手に期待するっていうことはもちろんありますよね、はい、かなり影響力の強い選手だと思っているので、まあ、現在のプロ生活などを得ている経験などをプロサッカー選手を目指している方とかあとは女子サッカーに関わるすべての女性の皆様に向けていろいろと発信していっていただけたらなと思ってます。それについてどうよ。そこまで意識はしてなかったんですけど、でもまあ少しでも影響を与えられるような選手になりたいなっていう気持ちはあります、うん、もうそれ生きてるだけだよ。ロールモデルだから頼むよ本当に。でもいいよ、なんか花があるよね。そうですね、うん、ね。今シーズンは特にきつかった試合がほとんど、うん、前期は5位です。5位、気まず。ヨークももちろん全部準備してくれてるんで、うん、プロだなみたいな。プロが出てる。私プロだもん。プロになったかもって。